数億年前、光明の主と暗黒の王は氷と檻という二つの世界を創造した。氷世界は長い時を経て無数の生命体を育んだ。その中で知恵の生命体人類は徐々に氷世界を主導していった。二人の創造神は人間の女性の姿をした二世界に無限の命を宿す戦機を創造した。そして彼女たちに最高の文明を与えた。しかし暗黒の王は自分が創造した異世界を好み始め、氷世界を消したくなった。光明の主は全力を尽くして阻止しようとした。ついに暗黒の王は異世界に永遠に封印された。光明の主も力を使い果たし、残光となった時空をさまよった。それから数万年の時が経った。邪魔よ。はいっと。逃がさない。あじゃまよ。はいっと。逃がさない。邪魔よ。はいっと。逃がさない。
邪魔よ。はいっと。逃がさない。邪魔よ。はいっと。逃がさない。
邪魔よ。はいっと。逃がさない。邪魔よ。はいっと。邪魔よ。行くぞ。逃がさない。邪魔よ。行くぞ。逃がさない。邪魔よ。Thank you.
邪魔よ。行くぞ。逃がさない。邪魔よ。邪魔よ。行くぞ。逃がさない。
邪魔よ。行くぜ。逃がさない。邪魔よ。邪魔よ。行くぜ。逃がさない。邪魔よ。行くぜ。逃がさない。邪魔よ。邪魔よ。邪魔よ。行くぜ。逃がさない。邪魔よ。
邪魔よ。行くよ。逃がさない。邪魔よ。や邪魔よ。邪魔よ。邪魔よ。